ジェロルア様、魔獣軍集結開始のご報告が入りました。レムリア王国に危険が迫っています。直ちに。分かってる。一刻も早く賢者の意志と予言の子を見つけなければ。あら、そんな急いでどこへ行くの？ロールアちゃん。ミスト、戦闘準備。我が剣よ、正義に勝利を。破軍雷霆、敵を打ち払う。そこまでだ。すべての悪を滅する。空気の読めないお子ちゃまたち、私の楽園で眠りなさい。あら、冷たい人ね。シーグルに会えて嬉しいと思ったのに。無駄話が多いぞ、ミスト。ここで足手まといになるなら、先に自分の任務を果たせ。ネス、シーグル。封印が完全に解けたか。何年も一緒に働いたのに、相変わらず釣れないわね。じゃあ、先に行くわ、ロルアちゃん。くそ、シーグルがいるから止められない。邪魔者が消えたからには、久々の殺戮を楽しませろ。あんたらの力はこの程度か。じゃあ全員死ね。愚かな妹よ、誰にもレムリアの陥落は止められねえぞ。つまり最初から我を引き止めるための。運命に翻弄されたお粗末な姿を見ていると、殺す気になれないな。今日はあんたに付き合う時間がなくて残念。あんたを殺す楽しみは次に会う時に取っておくとするか。ふざけるな。次は絶対貴様を痛い目に遭わせる。すみません、ベルダンディ様、我は失敗しました。ナストロンドの魔獣軍集結確認、封印が解かれました。レムリアの陥落は回避不能だ。今はミスティアたちがあの人を見つけることを祈るのみ。神託の夢に示された人。いました。
医務官、怪我人はここです。私がやります。ん？これは何か問題でもありましたか？この人がつけているのは賢者の石。賢者の石？そうです、本の記載通りです。でしたらこの人は神託に示された予言の子ではないでしょうか？よく見たら確かに我々がレムリア王宮で見た絵の中のシグルト様に似ていますね。怪我の具合はいかがですか？大事ないようです。誰かが手当てをしたようです。よかった、彼女は私たちがずっと探していた王女様だと確信できます。でも今のシルウェン王の状態では、念のため王女様の件はしばらく王宮の人に知らせない方がいいと思います。わかりました。団長、目覚めたようです。怖がらないでください。私はリリー峡谷聖火騎士団の団長、ミスティアと言います。安心してください、ここから出るまでは私たちがついています。殿下、お忘れですか？あなたは一人で魔獣の群れに挑みました。おそらく今はこのような話をしている場合ではなさそうです。まずはここから出てお城に戻ってからにしましょう。よろしいですか？まだ歩けますか？団長、魔獣が襲ってきました。見つかってしまった。騎士団、戦闘準備を。ディーン、殿下は頼みます。かしこまりました、殿下をお守りいたします。あなたを守ります。ディーンと申します。多少魔法をかじっただけの学者にすぎません。魔法に関わることならできる限りお答えしましょう。魔獣がどんどん多くなっています。ディーン、突破する準備を。全員警戒を張って撤退準備を。かしこまりました、私にお任せください。どうやって魔法最高に訴える。村長、魔獣が追ってきている。ママ、怖いよ。みんな村からここまで逃げてもう歩けないのじゃ。このままじゃとわしにはもう走る気力はない。ここに残って時間を稼ぐわい。若き勇者よ、みんなを頼んだぞ。お主はまだ若い。運命の女神様はもっと重要な使命をお主に託しているのじゃ。村長、魔獣が来る。まさか今日わしらは全員ここで死ぬのか。慈愛なる女神様よ、
どうかせめてこの若者たちだけは救ってくださる。必ず生きて帰ってきてください。王城で待っています。間に合いました。傷口は浅いですね。少し薬を塗れば。運命の出会いより少し早かったけど、ずっとあなたのことを待っていました。村人たちが行った場所はこの辺りです。魔獣はまだ近くにいるはずです。みんな警戒を怠らないでください。お別れをしないといけないようね。でもまたすぐ会えると思います。はい、手当ては終わりました。次が私たちの本当の出会いになります。運命のお導きですから。それまではお大事にしてください。約束ですからね。もうすぐ王城に着きます。みんな耐えてください。報告、魔獣は王城方面に向かって集結しているそうです。王城に総攻撃を仕掛けられる恐れがあります。レムリアと魔獣との戦争は長く続きましたが、魔獣が王城を攻める状況はまだ一度も。よく見る魔獣とは大違いですね。彼らは誰かに指揮されているように見えます。そんな、まさか本当に死者の言う通り。正確手段だ。城門を開けろ。王城の中ではしばらく安全です。行きましょう。強国の中地まで案内します。わあ、ママ、お姉ちゃんが帰ってきた。おかげでみんなは無事じゃ。殿下、緊急事態です。一人会ってもらいたい人がいます。強国からの使者です。詳しくはよくわかりませんが、ご安心ください。私が殿下のそばでお守りしますから。行け、若き勇者よ。わしがミスティア様のことを信じている。無事に戻って何よりじゃ。ついてきてください。あの使者は今しばらく竜華亭に滞在しています。ここにはどんな情報だってあるわ。あら、一杯おごってちょうだいね。
ドアイ、こんにちは。騎士ミスティアはまだ私のことを紹介していないんですか？見た通り、あなたと同じ可愛い女の子ですよ。はいはい、困らせるつもりはありません。私はユーガオ、運命の女神からの使者です。騎士ミスティア、ご装役ご苦労様でした。これは私がなすべき責任です。神託が示されたように、この方は私たちがずっと探していたお方です。うん、あなたたちも城外で起こっていることを見たと思います。女神の予言によると、間もなく魔獣の群れが城に攻めてきます。レムリアはもはや陥落寸前です。ごめんなさい、こんなことを言うのは残酷だけど、予言は間もなく現実となります。だからそうなる前にあなたを守って離れなければなりません。あなたは賢者の石の所有者、予言が示したもの、すべてはあなたの生い立ちに関わっています。賢者の石、それは未来を予知する力を持つ石である。大賢者ルーシュアはレムリアを築いた後、その力で魔獣たちと共存契約を結んだ。ルーシュアが亡くなった後、賢者の石はレムリア王権の象徴となった。ある禁断の恋で約束の印として贈られ、そのまま姿を消すまでは王座から離れ、賢者の石の力は収まり、契約の力も日々衰弱している。賢者の石を王座に戻し、人類と魔獣の戦いを終わらすため、私たちはずっと石を探していた。16年前、賢者の石が突然蘇った。予言は当たった。そしてあなたこそが、私たちがずっと探していた予言の子、大賢者ルーシュアの末裔だ。